皆さんこんにちはこれからアナウンサーだけが知っているどこでも使える話し方というテーマで進めていきますどこでも使える一体どこで使えるんでしょうか例えば家庭の中の会話仕事の会議そしてプレゼンまでたくさんの場で使えるヒント、えー、いくつか挙げてみます皆さんも後で練習してどうぞ話の達人になってください ところで多くの人が、アナウンサーってきっとみんな話好きなんだろうな、そう思っているのではないでしょうか。まあ、確かに話が嫌いではアナウンサーの仕事は務まりません。でもそれよりも私が周りの人を見ていて感じるのは、みんな聞き上手だなということなんです。当たり前ですよね。司会もします。インタビューもします。そんな職業の人たちは聞き上手です。そして皆さんの周りに聞き上手な人がいると思うんですけどどうですか。 そういう人の話は聞きたくなりませんか普段自分の話を一生懸命聞いてくれる人が何か話し始めたら、みんな何って聞いてあげますよね。というわけで、聞き上手は確実に話し上手になれます。では、話好きの人が話し上手か。これは、いろんな場合があります。例えば、皆さんの周りに、とってもおしゃべりだけど、そのおしゃべりにみんなが困っている。そんな人いますよね。 というわけで、話好きと話し上手は必ずしもイコールではないということが言えます。ただ、私は普段スタジオで一人で話すことが多いです。相手の話を聞けません。そういう時にどうするのか。その時私はいつも聞き手を想定する。こんなことを心がけています。聞き手を想定して話す。これは聞き上手イコール話し上手に必ずつながるポイントなんです。 では聞き手を想定して話すこれはどんなことをに気をつければいいのかというお話をします聞き手というのはだいたい話し手が間を取ったときに反応します今私ちょっとだけ間を取りましたんって皆さん思いませんでしたかこんなふうに聞き手は話し手の間で反応します どんな言語でも確かにこの話と話の間の間というのはとても大事なんですね。でも日本語は特に間を大事にすする言言語と言われていますそういえば間に関する言葉が日本語には本当にたくさんありますよね。間が持つとか間が悪いとか、えー、探したらいくらでも出てくると思いいますそれぐらい日本語は間を大事にしています。 そこで、聞き手との関係性を考えながら、話し方が上手になるのはどうすればいいか。間の達人を目指そうということなんですね。まず、一つのヒント、一つの練習方法です。数を数えます。簡単なんです。もちろん口には出しません。心の中で、この間のところの数を数えます。ちょっと練習してみますね。例えば、こんにちは。1、2、 いかがお過ごしですか。1、2、深澤彩子です。1、2、今ちょっとあの声に出しても数を数えましたけれども、今度は声に出さずにやってみます。こんにちは。いかがお過ごしですか。深澤彩子です。どうでしょうか。こんなふうに練習の時は声に出しても。 構いません声に出して練習しますそして本番ではこの数を心の中で数えるこのようにして間というのを身につけることができますこの1・2の間できっと聞き手は反応していますではもう一つの練習方法です間の達人を目指そうその2一人で二役を演じます例えば こんにちはと言ったらだいたい相手がこんにちはって反応しますよねこの二役を一人でやってしまうわけですこんにちはこんにちはいかがお過ごしですかおかげさまで元気ですこんな風にして一人で相手の話すであろう内容まで話していくと相手がどんな反応をするのかその間がどのぐらいなのかわかりますこれ皆さん実際テレビを見るときにこのように反応していると思うんですよね例えばテレビをつけたら えー、とっても好きなタレントさんが出てきた。こんにちは。あこんにちは。なんとかさんで嬉しいな。いかがお過ごしですか元気なんですよ。多分こんな風に反応してますよね。それを話し手が自分でちゃんと想定して話していくこれも間の達人を目指すポイントです。えー、私間を数えるという練習実はアナウンサーの新人時代に本気でやりました。 どうも早口だとか、間が悪いと言われて、自宅で数を数えて練習していったら。あ、よくなった。こんな風に言われた経験もあるんですね。まあ、ちょっと人がいるときに練習するのは恥ずかしいですけれども。数を数える。そして一人二役を演じる。これは練習してみる価値があります。今日の結論です。間はコミュニケーションの要。 この間があることで、聞き手は私の話を聞いてくれます。聞き手とのコミュニケーションが取れます。ちょっと下の方に宣伝を入れさせていただきました。サンサイブックスの不安が自信に変わる話し方の教室。著述家の稲垣真由美さんと私、深澤彩子が対談しました。今日ご紹介したような話し方のヒント、いろいろ詰め込みました。興味がある方は、えー、お読みいただけると大変嬉しいです。では皆さん、間を取って。 聞き手とのコミュニケーションを目指してください。今日はお聞きいただきましてありがとうございました。